はい、どうもミスティです。今日が8月の2日、願い返し、あとは生放送ですね。終わった後のキャラクター、期待してやっていきたいと思います。でやっていきましょう。どうぞ。はい、じゃあね、願い返しの方をやっていきたいと思います。あ、で、はい、7月31日の生放送をご視聴いただきありがとうございました。リツイート報酬をお受け取りください。また放送終了後、キャンペーンを放置少女公式ツイッターにて実施中。皆様のご参加をお待ちしていますということでね、宣言砲、高速戦闘系5時間ですね。で、ラキスタ剣10枚。と、これですね、生放送内のクイズにて3回のチャレンジに成功しました。どうぞ報酬をお受け取りください。また放送終了後、キャンペーンを放置少女公式ツイッターにて実施中。番組の感想を引用リツイートでつぶやくと、出演陣のサイン色紙、グッズセット、うちわなどが当たります。ぜひ皆様のご意見をお聞かせくださいということで、原宝戦と5時間高速戦闘券ですね。はい、生放送、出演者の皆様お疲れ様でした。新しい情報もね、何個かあり、キャラクターも2体ですかね、出るようなことが話されてましたけど、1体はなんかね、イベントで無料で、虹ですかね、もらえるということだったので、まあ楽しみですね。もう1体の方がどうかなと。水木の方が、視聴者じゃないわ、全員にイベントクリアで配布で、乙姫の方が多分新しくガチャに並ぶのかなという感じです。まあね、スキル等は出てなかったので、どういうキャラクターになるのかわからないですが、皆さん期待して待っておきましょうということでね、願い返しやっていきましょう。現在が 93,512 元宝です。まあね、10万近く貯まったので、まあ元宝自体には余裕ができたと。あとはね、キャラクターを取っていきたいな。早く来ないかな。とりあえずはね、戦役に使えるキャラクターを集めていきたいかなと思います。もしくはね、今回の生放送の、生放送で出てきたキャラクターですね、壊れなら取りたいと思っております。ではやっていきましょう。ゴー。50元宝ね、最初の方はね、いい確率でほら落ちてくれるんですよ。516元宝、4026、まあ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 、問題ここですよ。38165、うん、少ない。せめて4万は超えてほしいというところでね、現在が、10万超えましたね。102,939 元宝ということで、いつでも取れますね。キャラクター待ちです。あと、水引きが109ありますからね。でね、今来てるこのニミュエ、ちょっとどうしようかなっていう感じですね。まあまあ強いんで、皆さん、どうですか？ニミュエ使ってる人いらっしゃいますか？どんな感じかね、感想いただければいいなと思います。テケテケさんのね、分析動画ではね、やっぱ上位ランクに入ってたようなキャラなので、まあ使えないっていうわけではないでしょうけど、まあ一体全体、どれぐらいの価値があるキャラクターなのか、まあ、使ってみた人じゃないとわからないということでね、まあ、もし取って使ってますよっていう方がいたら、コメントの方に感想など書いてもらえたらな、助かります。
では別サバ行っていきましょう。はい、やってきました。はい、こっちのサバが誰だっけ、王戦だっけですね。うえい、王戦取ったサバーです。今が102,784元宝。さあ、いくらまで増えるのかやっていきましょう。47,558,4,282。なんかほぼさっきと一緒ですね。37,632。うん、さっきより低い。なんなんすかねこれね。収録してる時にはめちゃくちゃ低いっていうね。っていうかこの携帯でやってるサバ低いです、基本的に。ふう。ではね、最後のサバ、メインサバの方に行きたいと思います。はい、やってきました。メインサバの方が、119,151 元宝。とりあえず今ある3サバの中では一番多く持ってます。ということでね、早速やっていきましょう。ほんとね、このサバ5万以上出たことないかもしれないんでね、ぜひ出てほしい。ではいきます。57、うん、高い。452,4329。お、いいじゃないですか。45,521。もしかしたら最高かもしれないですね、このサバで。いや、よかった。ちょっと多くもらいました。これで元宝が13万いきましたね。いつでも取れます。何でも取れます。ただね、ちょっとニーミューへこのサバではどうしようかなって迷ってます。そもそもね、メインで使ってるのがまあこのホウトウですね。あ、うるさい。まあまあ、まあこのホウトウ今戦力が1200万かな。1200万のホウトウと、メインで使ってるのはアウグスですね。まあまだねアウグスもね廃れてないので使えるとは思いますが、今アウグスの戦力が1400万と。でそうですね、陣営的にはアウグス、ナタが400、まあもう約460万ですね。でモガミ、940万で、コタロウが500万、ハンゾウ約380万で、コッキービ、超高名、ダッキで、さっきの宝刀がいて、タワラのトータですね、これが約900万と。で、細分機を一応入れてます。でね、今、撮ってるキャラクターはこんな感じです。
まあね、育成ができてないのと、戦役の方で使いたいこの上杉謙信さんとかね、装備が間に合ってませんそうなんですよね、美課金無課金でやってるとなかなか揃わないので、もう育てるキャラクターを絞っていかないといけないっていうのがね、まあ仕方ないことではあるんですが、辛い、周りに置いてかれるっていうね。はい、じゃあ元のサバに戻ります。はい、ということで戻ってまいりました。電報が10万超えましたというところで、まあね、準備は整ったんで、あとはキャラクターが来てくれることを、もしくは、新しいキャラクター、生放送で出たキャラクターですねが壊れだったら取ろうかなというぐらいです。まあここに出てるね、このリコーさんも強いんですが、でニミエもね、強いっちゃ強いんですが、まあ戦役にしてはちょっとなっていう部分が出てきます。弱くはないんでね、全然取ってもいいんですが、まあ効率重視ということで、まあテケテケさんの分析等を確認した上でね、やっぱり戦役で一番回しやすいキャラクターを取っていきたいなと思うので、我慢我慢な感じです。あー辛い、レベル差がねどんどん開いていってるんでね、早く取りたい。ということでね、その戦役で回すためのキャラクターが来るまで、まあこんな感じです。まあずっとこんなこと言ってる感じですね。まあ検証は長いんで、地道に行きましょう。ということで、生放送皆さんお疲れ様でした。これからもね、どんどん楽しい、新しいイベントもね、来るみたいでね、今まで実施されてきてない、本当に新しいイベントがね出るみたいなんで、それも楽しみにしていきたいと思います。じゃあそろそろこれで終わりたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドよろしくお願いします。何かあればね、コメントの方に書いていただければ、返信等をさせていただきますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは、また。